ルチャサトチンです。今回紹介するのはこちら。聞いたことある方はいるとも思うんだけれども、太陽の卵です。こちらの食材を使って最高に美味しいとあるものを作っていきたいと思います。で、サイズは 5L 1個入りで10,000円、ヤフーショップで買いました。楽しみですね。それではオープン。パカッペリン。はい、正解はマンゴーでした。今 YouTube をやってるからこそ買う商品ですね。これガチでね、一生に一度買ってみたかったっす。超でかい。顔の大きさ、顔の大きさぐらい大きいレベルです。20センチぐらいあるんじゃないですかね。それでは早速料理していきましょう。大切にね、あ、意外と硬いの。お、裏にね、うっすらと印字されてる宮崎中央と太陽の卵って、これだけのサムネもなかなか映えますね。太陽の卵を使ってマンゴーラッシーを作っていきたいと思います。よくジェイソン君やダンテと本場のねカレー屋行くんですけれども、そこのねマンゴーラッシーがめちゃめちゃ美味しいんですよ。普通にも食べるけれども、マンゴーラッシー作っていきたいと思います。行ってみよう。太陽の卵、マンゴーで料理していきたいと思います。ちょっと水洗いして拭いたマンゴーです。切っていきたいと思います。こんな感じの形なんですけど、説明書にも書いてありました。こうですね。で、で、いきますよ。いけるか。マンゴー。この匂いがやばいんすよ。エキスが。もうこのエキスでマンゴーらしい作れちゃいそうですね。このちっちゃいまな板で収まりきらない。もう一個いきます。オッケー。はい、それではですね、よく見るやつ、自分もね作っていきたいと思います。調べたところによると、1センチ間隔で斜めにざっくりとやると、初めてやるんで、よし、多分いけてるはずだ。あとは、クロッシングさせます。よし、自己流出てきました。果たしてなるのか。3、2、1。できた。できた。完璧っすね。これよく見かけるよね。完成です。マンゴーもりもり。それではですね、こちらの種、取り出してみたいと思います。種めっちゃでかい。ちょっと、いただきやつ。ジューシー。こんなマンゴー食べたことがない。マンゴーらしい作るにあたって、牛乳とか蜂蜜とかレモンとか入れなくても、このね飲むヨーグルトで僕は近いと思うんですよ。なのでね、やっていこうかなと思います。これペロって剥けないんだね。牡蠣とかさ、ビワみたいな、そんな感覚。手で剥けないもんね。これ裂ける。繊維がすごい、すごいすごいすごい。完熟ということで、すごい汁が漏れています。よし、すごい、ちょっと押しただけで汁がめちゃめちゃ出てくる。投入していきたいと思います。お店で食べれる飲めるものとは全然違いますよね。絶対違うな。これはこうしちゃいましょう。ドゥーン。最強の太陽の卵マンゴーラッシュフルーツ。残り3分の1は冷蔵庫に冷やした状態でもね、ちょっと食べてみたいですね。マンゴーから。口の中でとろける。いや、今までのマンゴーとは違いますね。すごい、 100% ジューシー。今回料理したこちらのねマンゴーらしいもいただきたいと思います。実食。ちょっとマンゴーが強いな。牛乳でちょい混ぜて、でマンゴーらしいって結構酸味が強いんだよね。レモン入れます。蜂蜜は入れなくてもいいと思う。マンゴーが甘いんで。うん、これだ、これだ。カレー屋さんで食べた、本場のカレー屋さんで食べた
マンゴーらしいな味。なるほどね、やっぱ牛乳感がちょっと強め。飲むヨーグルトで作るのは間違いだったかもしれない。うまい。おいしゅうございました。やっぱ高いだけはある。めちゃめちゃ甘い。そしてとろけるマンゴー、さすが太陽。はい、というわけでいかがだったでしょうか。太陽の卵、こちらの太陽の卵めちゃめちゃ美味しかったです。ぜひね、一緒に一度は買って食べてみてはいかがでしょうか。すごい美味しかったです。この動画楽しんでくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。太陽の卵、最強のマンゴーらしい、飲んでみた、作ってみたっていう動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。